榎本さん、今、枠取りご苦労様といった感じで書いていただきましたけど、なんか先ほどなんかあれですね、旧字体の漢字を使ってなんかいろいろ書いた人いますけど、ああいうのって私思うんですけどね、いわゆるイメージ愛国ね、まあちょっとアホ星の一種だと思うんですよ。わざわざ、ね、その、なんていうのか、わざわざ旧字体を使ってね、なんか俺は日本の精神だぞみたいなこと言ってる、ああいうやつにかけて全然勉強してないんですよね、これね。なんかさっきまだ見てはいないんですけど、なんかその八幡宮のことはここ見るみたいなの書いてあったけど、まあ多分あれですよね、なんかどっかの宗教団体かわかんないけども、もうそういうね、あれでしょ、何これ、熊熊って何、熊熊って、熊熊っていう人なの、知らないね。まあ知らないけどね、ちょっとね、アホなやついますよね、本当に。イメージ愛国っていうのね、なんか例えば神社だとかね、菊の紋章だとかね、それから桜だとか、それから日の丸だとかね、そういうの並べて、なんかその旧字体の日本語みたいなの並べると、なんかいかにも右翼というか、いかにもね、旧字体ねというね、ああね、いるよね。で、イメージ愛国はバカだね、何の勉強もしてないんだよね、これね。大体さ、私の持論だけど、よーくね、勉強してよく理解してる人っていうのは、人に分かりやすく説明できるのね。ね。まあ、学校の先生でもそうでしょ。学校の先生でも、この授業、こいつの授業、本当に社会科かなんか知らないけどね、あれも、なんかよく分かんねえな、とこのね、授業ね。言ってることが、まあ、数学でも理科でも何でもそうなんだけど、本当に分かって、本当こいつ分かって教えてんのかっていうのは言いますよね。で、そういう人に限ってわざわざ難しい言葉を使ったりね、何々的にこれは解釈すべきだとかって抽象的な言葉でごまかしたりするんですよ。本当によくね、本当によくね、勉強してる人っていうのはあれですよね、理解してるっていう人は、簡単に話ができるはずですよね。すごいブーメランですねっていうのは、これは私がっていう意味、これね。なぜ祭りたかったのかっていうところで、このね、39番さんね、これね、あなたね、そういう書き方やめたら、ちょっと私ちょっと一言ね、さっきから気になってたんだけどね、このね、そんなこと言ったって意味ないから、これね、言いたいことね、ね、そんなこの旧字体で書いてね、この旧字体、なんかアホよみたいなことやめてくださいよ。普通に書いて、ね、で、その URL 貼るよりもね、これこれはこうだよって言ってね、あなた多分ね、この歴史のことを理解しないで、そういう名詞、なんていうのか、そういう単語だけをね、単語とその雰囲気ですよね。なんかいかにもこれはちょっとね、神武天皇チックだな、みたいなね。いかにも日の丸でチックだなって、日の丸、いかにもね、万世一系の雰囲気だな、みたいなものばっかり出してね、こういうような動画もあるよ、みたいなね、そういうやつでしょうね。多分こういうやつっていうのはね、単語だけ覚えて、で、旧字体のね、日本語みたいなやつを覚えて、で、それでね、あれなんだよね。なんか、私はいつもこういう精神ですみたいな気持ちになりきってるやつでさ、全然ストーリーだとかね、これどういうようなね、流れだったとかね、本質的には何があったかっていう、そういうことは何も理解してないやつだっていう感じがしますよね。だからね、普通の言葉で変えてください。ね。だから、私が言ってることでどっか間違ってるところがあったら、ここはこういうふうに具体的に違うと。ね。例えば、さっきのね、託戦集ってありますよね。この、今私が話してる、ソースになってる託戦集ってありますよね。ね。その託戦集の中で、こういうふうに書いてあるけど、ここのところは君のあれは違うよとか、そういうふうにね、言ってくださいよね。私はそんなね、旧字体の日本語でね、こわごわしく書かれても何もビビりませんからね。はい、以上。はい。